前世、まあ、輪廻転生転生という言葉は仏教でも使われます。まあ、お釈迦様も実はそのお釈迦様自身もこの世に生まれてきてブッダになったというのが最初ではなくて、実はその前に過去世というのがあって、でそれを 何回も生まれ変わりをなさる中でついにブッダになられた。まあ、それをジャータカ物語というお釈迦様の前世についてね、過去世についての物語というのが物語としてしてためられているんですけれども、この輪廻転生前世という考え方はインドの古代インド人のね、その考え方の中で出てきたものです。これ現代で考えてもそう思いたくなる気持ちっていうのはわかると思うんです。例えば生まれて同じ小学校行って中学校行って高校行って同じ先生から同じ時間同じ教科書を使って同じ授業を受けていても圧倒的に成績がいい子っていたじゃないですか。ね、私は成績がいい方じゃなかったので、いやすごいなーって、頭がいいなーっていう風にしてね、それに比べて自分はって逆立ちしたって叶わないような力を発揮する人っていうのがいるんですよね。で、まあ日本ではそういう存在のことを権現といって、神様が何か形を、人間の形をとって現れたんじゃないかっていう、まあいろいろスポーツの分野とか学問の分野とか経営の世界でもそうですけれども、もうとんでもないようなパフォーマンスを発揮する人っていうのがいますよね。どう考えてもこれ人間の一生なんてね、限られた時間の中でこんなにやっぱり能力を発揮するっていうことは、これは前世にその前の世にからずっとこう続いて、その命が生まれ変わりしながらだんだんこうグレードアップしてきたんじゃないかっていうような考え方っていうのが出てきたりしてもおかしくないですよね。そういうふうにして、だって今世で一生懸命頑張っても報われない人たちがいっぱいいるわけです。だから逆に言えば、でも来世を夢見る、そこに希望があるっていうこともあったりするわけですね。だから本当にこの人間の進化した脳、発達した脳が生み出した一つの思いとして、何かこう過去世というものがある、その過去世に悪業をやはりこう積み重ねたので、今世こんなに私は苦しむんだとか、でも逆に今世こんなに苦しいけれども、そこでね、何かこう自分が善業を積み重ねて修行することによって来世はもっとマシなところに生まれられるんじゃないか、でそのような、まあ一つのこのインドの圧倒的な差別社会、差別階級の社会、まあ今の日本もその差別の階級っていうかね、やはり上級国民だとかいろいろ言われますけど、実際にありますよね。明らかにこれ不利じゃないかっていうのことはあるわけです。出発点みんな違いますから、そういうのは今でもある。一番あるのは皆さんの頭の中ですよね。皆さんの頭の中で、ああ自分とあの人はもう生まれが違う、育ちが違う、親が違う、親の収入が違う、ね、もう入った学校の知名度が違う、入った会社の、ね、知名度が違う、そういうところで自分で勝手に自分の身分階級を作っているというのが現代の人たちの身分階級ですね。だけれども、まあ本当この過去世、そして現世、来世みたいなものを人間が想像して、そして業というものを、過去の悪業、それを今世来世というふうにして、まあ、そのような考え方が仏教の中でもある。で、私はどう思うかという話です。この過去世、まあ輪廻転生という考え方はある意味で非常に、まあ私はですね、現代の社会においてはあるにはある、だけれどもこれを輪廻転生というような言葉で定義するっていうのは、私は避けたいと思ってるんです。輪廻転生ということを違った言葉で定義し直す必要があるかなということを考えています。
それはどういうことかというと、この輪廻転生、過去世、今世、来世みたいなものが非常にこうスピリチュアルな考え方と結びついて、そしてこの誰も見たことがない世界であるがゆえに、そういう概念を利用して、まあ、人々の弱き心、弱った心につけ込むということが起きやすい。で、まあ、私がこう、じゃあ過去世、それ輪廻転生というものについてどのようにじゃあ捉えているのかというと、どうでしょう、今これをご覧になっているあなたのその鼻、その耳、それは今世あなたが生まれて一から作り上げているものでしょうかね。違いますよね。その鼻の形、その顔つき、体つき、骨格、それあなたのお父さん、あなたのお母さんから受け継いだもののはずです。じゃああなたのお父さんお母さんのその鼻の高さ、耳の形、唇の厚さ、でそれはあなたのお父さんお母さんから始まったのかと違いますよね。もっと前の世代の人だから、おじいちゃんおばあちゃん、そのまたおじいちゃんおばあちゃん、そのまたおじいちゃんおばあちゃん、そこからお会いしたこともないようなご先祖様からその DNA を受け継いできたわけですよね。だから皆さんの記憶の中にはないけれども、皆さんの体には過去の記憶として、皆さんのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんたちからのずっとこの遺伝子として、それが刻み込まれているわけです、受け継がれているわけです。私先日お師匠さんのところに行って、そしていろいろと、まあうちのお師匠さんも年を取られたので昔のものを出してきて見せたりね、何か自分がずっと集めてたものとか、何か私に伝えたいこととか、そういったことをノートにしたためたり、古い写真なんかをですね、いろいろとこう引き出してきて、これをお前に預けるからっていうことでいただくんですよ、行くたびにいろいろなものを。そういう中にですね、私の祖父の若い時の写真、非常に貴重な、貴重というかないので、ね、本当にわずかな写真しか残ってないんですけど、私の祖父の若い頃の写真があったんですよ。見たらびっくりするんですね。私は自分ではそう思いませんけど、それを他の人に見せるとそっくりですねって。私の祖父は、おじいさんは、私がもう幼稚園でしたね、4歳5歳になる前にもう亡くなりました。でその亡くなる最後を見てるんですよ。でその亡くなった時のことは覚えてる。それ以降のことは当然覚えてませんし、会ってないから、その前のこともあんまり覚えてないんです。自分ではおじいさんの記憶があるようでいて、それは母から父から聞いたものだろうな、それが自分が勝手に覚えてるような気になってる。ただ私のおじいさんの死に際は見たので、幼き記憶の中に刻み込まれています。でそれは私のおじいさんが衝撃的な亡くなり方をしたからなんですね。で私の祖父はこの福厳寺の先々代の住職になるんですけども、晩年にこう夜中にトイレに起きて大腿骨を骨折して寝っきりでいたんです、何年も。でそこに動物が非常に好きで、お寺の中にですね、もう猫を飼っていたり、それから、まあ、カラスの子供が木から落ちたその子をね、部屋の中で飼っていたり、スズメの子供がやっぱりね、怪我しているのを拾ってきては育てたり、もうとにかく動物が好きな人だったんですね。
ですから部屋の中に蜂が飛んできてもですね、一切騒ぐことなくこうやって手を差し伸べてると蜂が止まるんですよ。そしたら窓の外に逃がしてあげるというような人でした。人間に対してものすごい厳しかったですけど、動物に対してはあんなに優しい人はないというぐらいな方でしたね。それで、でもそのおじいさんが最後ですね、もう、だいぶ体が弱って、で定期的に主治医の方が見に来てくださってたんですけど、もう覚悟してくださいと、もうね、今日明日あたりが山じゃないかなということで、でまあみんな集まれるものが集まって、その枕元、足元に、布団の周りにみんな私たち集まったんですけど、最後この寝っきりのおじいさんがですね、みんなが集まってるからでしょうけど、一生懸命こう起き上がろうとするんですよ。で、もうそんな気使わなくていいですから寝ててくださいってみんな言うんですけど、それをまあ私の師匠と私の祖母は何かを察知したんでしょうね。起き上がろうとするその祖父の動きを助けて、そしたらもうずっと寝っきりですから、やっぱり背中も痛い、なかなか関節も固まってしまってるんでしょうね、筋肉も。でも一生懸命こう起き上がって、ですごい本当10分15分かけてようやっとこの布団の上にですね、まっすぐな状態に近い姿になったと思ったら、カーッと目を大きくこう見開いてそのまま亡くなったんですよ。でその時私足元にいたので、その姿が強烈に、まあね、その幼き時でしたけど頭に残っていて、で小学校の時に私その最後の死に様の詩に書いてなんか賞をもらったことがあるんじゃないかなと思うんですけど、そんな古い作文が出てきたりしたんですけども、でもとにかくね、怖かったっていうのと、なんか恐ろ、ものすごい迫力だったんです、私にとったら。カーッとこう目を見開いて何かおっしゃるのかなと思ったらそのまま亡くなったんですよ。で布団を剥いでみたら中で座禅を組んでおられたんですね。でまあ禅僧にとって座脱流亡って言ってですね、その座禅を組んで死ぬっていうことは最高の死に方だ、まあ、完璧な結果不座ではありませんけれども、明らかに最後座って亡くなったっていう。まあでもね、その記憶は残ってるんですが、今おじいさんの顔を思い出せって言われるとなんかこうはっきり思い出せないんですね。でそのおじいさんの若い時の写真を見たと。で、その耳、この顔の形、やっぱり違うんですけど、でも、そこに、私とおじいさんは全く似てないって私は思ってたんですよ。年を取られて、もう本当に骨と皮みたいな状態になられた姿が、私の小さい時のおじいさんの記憶なので。だから若い時の姿っていうのは見たことがなかったんですね、当然ね。話には聞いてますけど。けれども、その姿を見た時にね、はぁって、とっても、何とも言えない気持ちになりましたね。自分では全く知らない若き時の祖父の姿、その一枚の写真の中に私がいるんですよ。個性っていうのはこういうことだなって。そう、私たちが過去性って呼んでるものは、この私自身の過去ではなくて、この私に命を受け継いだもの、それを過去と捉えてほしいんです。するとどうなるか、生きながらにして自分のちょっと前の過去として姿を表しているの、親、おじいさん、おばあさん、その前の、そう、ずっと私たちは過去の先祖たちの遺伝子っていうのをずっと受け継いで今に来ているわけです。さて、病気を患って、難病を患って、なんで私はこんな風にして生まれてしまったんだ。前世に何か悪いことをしたんじゃないか。そう思い、
悩んでおられる方が結構おられます。でも過去世において何か自分が悪業を積み重ねたから今自分がそうなってる、その説明にじゃあどうしたらいいんだっていう以外ないじゃないですか。そしてそれはまたそう信じて救われるものかってそうじゃないですよね。けれども前世があるかないかっていうそういう話になってくると誰もこれを見たことがない。けれどもどうでしょう、私たちの遺伝子ということであればこれは今科学的にも分かっていることです。そして現代の人たちにとっても受け入れられることでしょう。そう、私はこの過去世というもの、これがあるというファンタジーを持つということは大いに結構だと思います。自由です、それは。だけれども例えば今自分がこうして難病を抱えてしまっていると、なんで私がって言った時にこれは確実に何らかの形で覚醒遺伝ということも含めてそのような要素を持って生まれてきたんだ。そしてまたこれは人間の体っていうのは多くのことが分かってきているようでいて分からないことの方が多いんですね。現代の科学医学で人間命についての全てが分かったって分からないことの方が多いわけです。それはやはりそこに思議できない不思議なこともある、なんで私がって思うこともある。工場で全く同じ機械で同じ工程を経て同じ製品を大量生産すれば必ずその中で不具合のあるものがいくつか出てくる。人間だって同じです。健康と言われている私たち一般人の健康な人と言われている人でさえ毎日毎日5000個ぐらいがん細胞っていうのが私たちの中で発生していると言われています。でもそれを免疫がですねちゃんと抑えててくれるのでそのがんを発症しないということが悪性のね腫瘍とまではならないという状況にとどまってますけれど、でも実は私たちの中には毎日毎日当然この人体のすごい仕組みの中にでも不具合を起こしてくるような細胞が出てきたりしてるわけですね。これが人の単位で見ていったら当然ある程度の人数の中に生まれつき遺伝的にハンディキャップを持った人とか何かその病気の要因を持った人っていうのが出てくるということはあり得る話なんですね。で、それに対して前世の業とかそんなこと言われたってじゃあどうしたらいいのっていうことです。そう、過去世というのはあなたのお父さん、おじいさん、お母さん、おばあさん、その前のお父さんお母さん、そういうものから受け継いだっていう要素がかなり私たちそれを受け継いで生まれてくるわけです。そこに後天的な様々な条件要素が加わって大きく病気を発症しないっていうこともありますけども、能力の違い、体の生まれ持った健康の度合いの違い、それはやっぱり人によってみんなバラバラなんです。で、これは過去の業がっていうことで責められたところでどうしようもない。けれども一つのこの説明としてね、これは遺伝的にそういう要素を受け継いできているのかもしれない。そう思ったら納得はいくじゃないですか。そのことについてなんでって思う気持ちはわかる。だけれどもこのスタートラインというのはみんな違うわけですよ。どんな病気を持って生まれてくるのか、
どんな家に生まれてくるのか、どんな国に生まれるのか、でこれを周りと比較していったらキリがないんです。そしてまた全てを持ってる人もいないんです。お金もあって美貌もあって健康で全てがうまくいってる人っていうのもいないんです。みんな全てにおいてナンバーワンっていうのもないんですよ。そう、仏教でも輪廻転生ということを言いますけれども、そこにどうしてもスピリチュアルな要素が入り込んで、見たことがない、聞いたこともない、自分も体験したことがないのに、そこに様々な人々の不安というものにつけ込んで、いろんなことが起きてしまう。なので私はこの輪廻転生という言葉を、仏教の言葉でありますけども、あまり使わない仏教の言葉として説明するときには使うけれども、現代の人たちにね、私が今こんな人生なんです、私はこんな病気を抱えてきたんです、これは前世の業でしょうかって言われたときに、前世の業という言い方、あまりにも悲しすぎる。まあ事実は変わりませんけれども、難病を持ってね生まれてきた人の事実は変わりません。だけれどもこれは何らかの形で遺伝的なものであったり、ね、何かしらの条件が重なって、それは生まれた後に発症したものかもしれない。住んでた環境によって大気汚染とか水質の汚染、水の汚染ということによって病気を発症してしまう人もいるけれども、いずれにしても何らかの要因があって、それが今現代の医学や科学で解明されてない難病であっても、何か原因があってその状態を起こしているわけです。で、この原因というのは決して前世の業ではない。そこには今の現代の医学科学です解明されていないけれども、何らかの要因があるということ、それによって自分の病気が起きているということ、つまり因果の関係ですね。そうで、これを前世の業というところに結びつけて、やはりこう考えてしまう、まあ、仏教ではそうしてきたわけですけど、でこれがですね、人々に大きな不安や混乱をかえってもたらしてしまうんです。なので私はこの現代の社会で仏教を説くときに、今あなたの抱えているそうしたね、この心の苦しみ、体の苦しみ、持っている悩み、それが前世の業であるという言い方はしません。あなたその耳、その目、その口、その体つき、そういったものの中に自分では覚えていないけれども、過去の記憶が全部詰まってるわけですよね。その中にひょっとしたら病気の要因が入っていたかもしれない。そのように受け止めています。